大川平三郎の肖像写真。大川平三郎から1936年12月30日は、明治から昭和初期の実業家。日本の聖王と呼ばれ、大川財閥を築いた。異界君党は、聖五位、君三党。江戸時代の剣豪で農民の出ながら、武蔵国川越藩の剣術師範となった、大川平米は、平三郎の祖父にあたる。 大川平三郎は川越藩三吉の村で剣道場を構えていた大川修造の次男として生まれる。道場は修造の父である剣豪、大川平米の起こしたものである。平三郎の母は富岡製糸場を作った小高淳中の妹、三子である。順中や三子の妹の千代は渋沢栄一の最初の妻であった。また、後に、 平三郎が妻としたてる子は渋沢の諸子の一人である。順中の息子で平三郎の重邸にあたる銀行家の小高二郎も栄一の諸子で出る子と同母姉妹の文子を妻とし、さらに二人の次男である哲夫が平三郎夫妻の養子となっている。剣道が帰り見られなくなった時世で大川家の家系は苦しく平三郎の母、美智子はよく妹の千代に金を無心した。 平三郎は13歳で東京に出て渋沢栄一の書生として渋沢家の掃除など雑用をこなしながら本郷の人身義塾や大学南校でドイツ語や英語、歴史を学んだ。収入を稼いで実家に仕送りをするのが急務であった。平三郎は栄一が中心となり創立した、少子会社26歳で入社、月給はすべて仕送りにした。会社では、 図工の職であったが、紙をすく技術が最も大切な仕事であるはずだと、志願して職工になり、努力を重ね外国人技師の技術をすべて習得、日本人で最初の正式技師となった。1879年、大川は会社不振の原因を分析した、憲白書を提出、それが会社に認められ、20歳で社名でアメリカに渡り、シャワンが無社、モンテギ牛社などで、 生死技術を習得した。大川は、畜一、英一に状況を手紙で報告した。一年半の留学を終え帰国した大川は、パルプの原料を藁に変えるコストダウンを実行、21歳にして、会社の副主配人についた。1884年、科学パルプの技術革新が起こった欧州に調査に、赴いた。帰国後の1890年、試行錯誤の末、 日本で最初のアリウーン法による木材パルプの製造に成功、さらに木材チップを煮る釜を改良して、大川式ダイゼスターを考案した。1893年に技術部門を担当する専務取締役に就任。しかし、1898年三井財閥が経営に参画したことから渋沢栄一は会長を退任、大川も王子を去った。 鶴見線の大川駅は大川平三郎にちなんで命名された。大川は彼と行動を共にした技術者、食ョッコーラと四日市製紙に移籍。1901年に上海の製紙会社に招かれ、1903年に帰国した後は九州製紙の社長に就任。ついで1906年中央製紙を、1908年基礎工業を設立し、1908年、 四日市製紙の役員に復帰、1909年には中野島製紙の会長にも就任した。1914年カラフト工業を設立、1919年には大手製紙会社富士製紙の社長に就任。この結果大川が経営する製紙会社は合計で国内市場の45%を握り、大川は日本の製紙用と呼ばれた。 1933年に、王子製紙、富士製カラ樺太工業の三社が合併した際は、同社の相談役に就任した。さらに朝のセメント、札幌ビール、東洋汽線、日本交換、鶴見林港鉄道など84の企業経営に携わり、大川財閥を作り上げた。鶴見線の大川駅は、彼の名前にちなんで命名された。 浜口政権による金解禁に対しては時期尚早として反対の立場を取った。大川平三郎は1928年には貴族院議員となった。1936年12月30日死去、去年78。大川財閥は平三郎個人のカリスマ性を基盤にしていたため平三郎一代で終焉を迎えた。妻の照子との長女。 講師の夫は、本州製治社長、会長を務めた、田辺武継。孫には、競馬評論家の大川慶次郎がいる。大川平三郎埼玉県の産業界の要請で、銀行統合が行われ、物集銀行が誕生すると、大川は壊れて東取に就任した。郷里の三吉の村の困窮を救うため、財政支援を続け、教育や消防の施設購入に資材を注ぎ込んだ。 特に郷里の学校の校舎の建築、校庭の整備に幾度なく拒否を投じた。坂戸市立三好や小学校など数箇所に聖徳碑がある。祖父、大川平米の開いた道場は小瀬川沿いの定地で小瀬川やおっぺ川はたびたび氾濫を繰り返した。1910年にも大洪水を引き起こした。このため1924年全学史費で 地元の原次郎の協力を得て、1 1トルの堤防を建設した。当時は、大河でさえ国の河川管理は稀であった。今日、それは、大川堤と呼ばれ、大川道場後は、坂戸市の大川平三郎大記念公園となっている。また自身が貧しい幼年時代で、農村の衰退した現状を憂い、1924年に、資材で、 大川育英会を立ち上げた。渋沢栄一もこの財団を創設から支えた。大川育英会は埼玉県出身の学生に奨学金を提供、就学の機会を与えている。ありがとうございます。